俺が10日を犠牲にすることを選択してからどれほどの時間が過ぎたのだろうか。あれから一切、形容しがたい概念的存在が俺たちの前に現れることはなかった。ネットで調べてもあいつのことは何もわからないか。形容しがたい概念的存在。一体、何なんだ。まあ、いなくなった奴のことを考えても無駄か。どうせ、知ったところで理解なんてできないんだし。俺はそんなことを考え、少し伸びをすると。10日が窓を開けて入ってきた。珍しいね、千秋くんがパソコン触ってるの。普段頻繁には使わないけど、俺だってそこそこ使うよ。それはそうと、窓から入ってくるってことは何か用事でもあった？用事っていう用事ではないかな。そういいよドミ。10日はベッドに腰掛ける。なんというか、さ。お母さんたちにも、話した方がいいのかなって。10日本人はもう亡くなってるってこと？だって、嫌でしょ。娘の命を奪った張本人が、娘のふりをしてるってこと、私が仮に親の立場なら、許せないと思うし。いや、その張本人が何言ってるんだとは思うんだけど。不安そうな顔でそんなことを吐露する10日の近くに行き、10日の両頬に手を添え、俺は言葉を発する。あの概念のせいで、今いろいろとネガティブになる気持ちは俺にも多少は理解できるけど。でも、それは10日が一番望まない行動じゃないか？君が、10日の体をもらう際、10日が君になんて言ったか、思い出してごらん。自覚はしているが、なぜか俺は、天使相手に語りかける際、口調がいつもと変わる。なんというか、子供を相手にしているように、俺自身にも理由はよくわからないけど。両親や周りの人、千秋くんを悲しませないように。そう？じゃあ、君が今、両親に自分は10日本人ではないって言ったら、10日はどう思う？多分、悲しむ。だからね、時には、優しい嘘も必要なんだ。10日や、10日の両親、誰も悲しませないために、隠し事が辛くなったら、いつでも俺に言ってよ。俺は君の味方だから。ありがとう。千秋くん、大好き。俺も、君のことも10日のことも、大好きに思ってるよ。俺の言葉に嘘偽りの一切はない。それは断言できる。けど、天使への行為は、天使の見た目が10日だから抱いているのかは、俺にもよくわかっていない。それから数日後の学校。ねえ、千秋くん。頭撫でて。前にも増して、10日は俺に甘えてくるようになった。どうした？最近甘えてくるけど。ダメ？ダメじゃないけど、ちょっと気になって。俺はそう答え、言われたように10日の頭を撫でる。これで満足でしょうか？お嬢様。まだ。なら、10日の気が済むまで付き合うよ。もしかして、今まで10日のふりをしてたから割としっかりしてるように感じてたけど、天使自体は結構幼いのか？撫でられたり、唯一秘密を共有する俺の近くにいたがったりするし。いや、それだけで断言するのは良くないか。近くにいたがるのだって恋人だからって可能性も全然あるんだし。はぁ？わかんねえ。俺はどうすればいいんだろ。どうするべきだったんだろ。ねえ、千秋くん、私とキス、してくれる？いきなりだね。あと、その目とかは俺のこと試してるの？あくまで千秋くんが好きなのは10日だから。私とは、してくれないのかと思って。はは。天使が悪魔って。違う。そういう意味じゃ。わかってるわかってる。まあ、君がそう思うのも無理はないかもね。現に俺は今まで君を10日だと思って、いろいろと接してきたわけだし。でも、俺は人を好きになるには外面よりも内面が大きいから、君のことが好きなのも事実だよ。どうしようもなく、俺は浮気症なのかもね。そんなことない、千秋くんは。その、ちゃんと一途だと思うよ。だって、千秋くんが言うには、私も、10日なんでしょ？きっと、10日本人もそうであることを望んでるはずだよ。もちろん、俺自身も。じゃあ、キスして。今日はすごい甘えてくるね。だって、そうしてないと、不安で押しつぶされそうになるから、本当に私が選ばれてよかったのかとか、周りの人たちをこれ以上騙し続けていいのかとか、そんな考えで、頭がいっぱいいっぱいになって。だから、ちょっとでも、不安を取り除いてほしくて。わかった。じゃあ、目つむってくれる？10日本人ではなく、10日のふりをした天使を選んだ俺には、目の前の相手が抱える不安を取り除く責任がある。生かすと選択した責任が。じゃ、キスするから、そのまま目つむっててね。
毎度のことながら、本当に従順だな。俺は目をつむって待っている10日にキスをする。意地悪しないの？意地悪して欲しかったの？むう。意地悪。どっちにしろって感じだ。ねえ、千秋くん。まだ何か甘え足りない感じ？今まで嘘ついててごめんね。気にしなくていいよ。見抜けなかった俺にも悪いところはあるから。これからも君のそばにいていい？じゃなきゃ君を選んだ意味がないし、選んでおいて突き放す無責任はしたくないから。君は本当に、どこまで行っても優しいね。ねえ、父さん。いい加減呼び方変える気になった？いい加減うざい。はいはい。で、本題は？父さんは、市民を聖者の命を使って生き返らせるって持ちかけられたら、どうする？母さんを生き返らせたいって思う？迷う。迷って。迷った挙句。俺は生き返らさない選択を取る。千秋も知ってるだろうが、千秋の母親。俺が一生涯愛している人は、自分のために他人を犠牲にできない人だ。それが、自分を生き返らせる行為だったとしても。だから、大事な人の考えに背いてまで、俺は生き返らそうとは思わない。まあ、実際そんな甘い誘いをされたら、ほいほい生き返らせてしまいそうだけど、それで、いきなりそんな話をしてきてどうしたんだ？らしくないっちゃらしくないぞ。いや、テレビでそんなのがやってたから。そう。言えないことなら、無理に言わなくてもいいけど、後悔しない選択っていうのは、人がその身一つで空を飛ぶくらい無理なことだから、できるだけ迷って、大いに後悔すればいいと俺は思うよ。自分の親ながら思うけど、この人は察しがいいのやら。普段はざとふざけてるってのもあるんだろうけど。ポエム？おそらく。ねえ千秋くん、今日も泊まっていい？いいけど、そんな連続して俺の家に泊まって大丈夫なの？ここ最近、休日になると10日は俺の家に泊まりに来るようになった。ちゃんとお母さんたちの許可はもらってるから、千秋くんなら安心なんだって。家も隣だし。それなら俺もいいんだけど。まだ、後ろめたい気持ちは消えない？全然消えてくれない。だから、ちょっとでも、紛らわすために、千秋くんのそばにいたくて。そう言うと、10日は俺にも垂れかかってくる。私ばっかりわがまま言ってるし、今日は私も千秋くんのわがまま聞くよ。確か、俺の助力になってくれるんだよね。え？あれ聞いてたの？あの時は何の話かわからなかったけど、今ならなんとなく意味はわかるかな。それはそうとして。甘えるか。何してもいいの？え？あ。まあ。お手柔らかにとだけ。それじゃ、電気消すからちょっと待ってて。俺はそういい、ベッドから立ち上がり部屋の電気を消す。お待たせ。電気が消え、暗くなった状態でも10日が緊張しているのがわかる。そんな緊張している10日を抱きしめ、俺はベッドに倒れる。千秋くん、その、この後って、普通に寝るかな。もしかして何かされるの期待してる？その脳内ピンクってもしかして10日から移ったの？わかんない。でも、こうしてると落ち着くのはわかる。千秋くんって、いつも心音綺麗だよね。そう？ほら、前に緊張してるのか確かめるために触った時も今みたいに落ち着いた音だったから。千秋くんの心音聞いてると、すごい落ち着く。そりゃよかった。気が済むまで聞いてていいよ。それじゃあまた私のわがまま聞いてもらうことになっちゃう。じゃあやめる？やめない。でしょうね。それからしばらく10日は俺の心音を聞いていて、いつの間にか互いに眠ってしまった。俺と10日。いや天使と言った方が正しいんだろうけど。俺たちの間の問題はまだまだ色々とあるけど、当面の目的は、10日の抱える漠然とした不安感や、罪悪感を取り除いたり、緩和することかな。